近ね、ツイッターで見たんですよ。あ、何ですか？いや、なんかずっとこの昔からある、はいはいはい、小銭が、はいはい、まあ自分の手元に回ってきたんだけどみたいな、おお、感じでツイッターに上げられてて、おーおー、まあ言ったら銀行とかそういったところ経由されると、そういう古い貨幣って新しい貨幣に交換されて出回さられるさ。はいはいはい、要は昔の例えば100円だったりしたら、なんていうの、新しい100円にして流通させるっていう、はいはい、銀行側が、はいはい、で古い硬貨をちょっと保管するってことでしょ。だからそういうことが行われてなかったってことは、うん、ずっと人から人へ渡ってずっと回ってた。おー、ここで、その長い間ってこと。そう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 、要は商店だとかその個人のお店とかでずっと使い回されてるってことでしょ。そう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 、おー、すげえ。そのお金が、うん、なんていうか5円か10円どっちかったかな、うん、何十年か前の、ほんともう4、50年前よ、うんうん、のやつで、うん、すごいなみたいな。わー、めっちゃいい、なんかほっこりするようなお話やし。そう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 、でめっちゃ、あ、すごい、なんか人から人へ出回ってすごいなって思ってたんだけど、うん、コメント欄のところ見たら、うん、ガチレスすると誰かが何十年も保管してて最近出回った可能性が高いんじゃないですかって言われて、それちょっと一気に冷めたんだけど。いや、夢な夢全然ない。いやいやいや、なんか、いや確かにその可能性高いなと思って。やっぱネットミンはやっぱ冷静だなと思って。その冷静なコメント、ネットミンはマジで冷静。もうすぐあいつらソースどこって聞くやし。レジエアス、それもうなんかソースどこそれ。ソースありますね。ありますねってちょいちょい喋ってるけども。さあ、ということで本日はゲストの方をお呼びしております。自己紹介お願いします。 OCEAN オーシャンのリョウジと申します。はい、よろしくお願いします。はい、後輩芸人のオーシャンリョウジです。はい、どうもよろしくお願いします。新年一発目のあれじゃないですか、年明けてのゲストじゃないですかね。やった。あ、そうですね。そうっすよね、うん、でなかなかこのラジオゲストを、まあ時間の都合上、うん、ちょっと出てくれる人が少ないんですけれども、あ、そう、今日はちょっと ね、やった、りょうじがちょっと来てくれるということで。りょうじ丸が来ましたよ。りょうじ丸な、りょうじ丸来てくれたね、ありがとう。いやいやいや、ほんとにニキビができて、ほんとに外出たくなかったんすけど、あれ、どこにできた？あ、これ？あー、あー、ほんとだ、でかっ、ちょっと大きめのやつだね。これ終わった瞬間、プチって潰します。やだー、よし、怖い、公開潰しします。やだやだやだ、いいよ、潰さんで。ここで置いとけ、枯れるまで。いやっすよ、これ、ちょっとムカつき、痛いわ。いや、痛くはないんすよ。あー、じゃあ、大丈夫なんじゃ。でもこれあれでしょ、枯れるまで置いてたら後にはならないんでしょ。そうそうそう、あ、みたいですね、潰したら後になるんですよね。りょうじ、ん、もよく見たら、結構あれだね、ボツボツしてるね。そうなんですよ、潰したりしてたんだ、学生の頃。あー、はい、なるほどな。潰し放題、大潰し放題。え、本当にやっぱボツボツするんだ。そうなんすよ、するんすよ。お前、ショーも意外にしてるよな。俺もしてる、意外に。前翔さん、そんな近くで見てみ、意外にちょっとこう、一応ちょこちょこニキビできたら潰したりとかしてて、あともうヒゲももうボーボーで豪鉄だから、カニ取り負けでも。やっぱもうバッチバチよ。でもトーバルさん肌綺麗っすよね。ほらほら、もう俺ここにニキビとかできたことないもん。めちゃくちゃすごいな、一回もない、人生で。頬にできなかったらどこにできるって感じっすよ。肘してきたかよ。急に振るじゃ、急に振るなよお前。ここにできないって言うからドキドキしたお前。別にできるのかなと思ったんすよ。いやいや、確かにな、全然触ってみも、ほんとにめっちゃツルツルばよ。いや、すごい。しかもヒゲも薄いですし。いや、ヒゲは一応濃いくなってるよ。これで濃いって言ったらもうダメよ。そうですよ、ほらほら濃いくなってる。いやいや、全然全然ないっすよ。見てみ、2日放置でこれ。アウト。マジアウト。お前砂でヒゲ洗って、こうやって洗うか、洗うか、わーっつって。いやー、ニキビ。そうなんだ。そうなんです、しかも今日あれなんですよ、僕初めて脱毛っていうの行ってきたんですよ。めっちゃいい。はい、どこやったの脱毛。え、でもヒゲ生えてるよ。じゃあヒゲじゃないだろ。ヒゲとこの鼻下のヒゲ。あ、ヒゲやったんだ。そして口下、このこっち下唇の顎と口の間、ダーブララインね、はい、と、あとダーブラライン、ダーブララインっていうんですか、ドラゴンボール、ドラゴンボール、ダーブラ、ダーブラっていうあの悪魔のなんすか、そのキャラクターだろ。ビビディの化身な。悪魔王子だったから。いや、わかんないです俺。首と、で、あともみあげからのこの、わかります、顎にかけてるライン、ラインをやりました。顎ひげ以外はとりあえずもうやりました。あ、顎はもうじゃあ自分のちょっと、なんていうの、トレンドマークとして残しとくってこと、はい、そうです、そうです。ここ以外はもう全部脱毛、光脱毛っていうの、あのバチバチンってやる、一番いいやつ、はい、一番いいやつ。いくらだったん？3回、初回
なんかみたいな感じで3回やって7000円っていうのがあるんですよ。あ、安いね。はい、そうなんですよ。意外に安い。今日が1回目で、また1ヶ月後ぐらいに来てくださいっていうのがあったんですよ。あ、1ヶ月が周期なんだ。そうなんですよ。2週間とかじゃないんだ。これ3ヶ月やったらどうなるの？3ヶ月やったらもう薄いのが生えてくるらしくて、薄くなるらしくて、あ、柔らかいのが。そうなんそうなん。3回でそれなるの？はい、いけるか。うちなんちのヒゲとかもやばいよ多分。それがちょっと分かんないですけど、とりあえずやってみようかなみたいな。もうだから毎日剃るじゃないですか。あ、ね、あ、剃る。そう、だから超嫌だ。え、3回で7000円。7000円なの？めっちゃ安くない？初回なんで、一応本来は3回で9000円。あ、2000円、オフぐらいか。そうなんですよ。あ、いいよし、めっちゃ、はい、でもそれでもまあ安いなと思って、とりあえず一応そこに行こうかなと思って。それなんか知り合いかなんかのつてってこと？いや、もうネットで調べて、もう毎日剃るのが嫌で、ただそれでもいいのないかな。あー、わかる。それってほんなんか俺痛くないと思ったんすよ。あ、死に痛いっすね。マジデージ痛い。え、あれとかしなかった？アイシングっていうの、冷やすの。あ、最初に。そうそう、冷やしてやらないと痛いわけ。あ、そうなんすか。そうそう。いや、ジェル塗られてそのままピッてやられて、もうゴムでずっとパチパチで弾かれてるような痛みなんすよ、ずっと。あと濃ゆければ濃ゆい分痛いですよみたいな。本当にぶっといゴムでパンパンやられてるぐらいの痛みが。あんなに？ずっと腫れ？それってずっとパン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 。確かにちょっと赤いな。そうなんすよ。え、冷やさないんだ。いや、最初に冷やさないんすよ。今知りました。冷やすんすかこれ。いや、俺はもう毎回冷やしてるもんだって。あ、お前やってる。いや、やってる。だから家にだからあの脱毛機器があるから。じゃあ、あれはお店のやつよりかは弱いだろ、さすがに。まあ弱いとは思うけど、うん、だから顔そんなんやってないから。ちょちょちょ。あ、顔やってない。顔そんなんやってない。顔ちょっとやるのはやっぱ怖いばよ。あー、なるほど。自分でレベルを調整できるんだけど、はい、レベルマックスでやったら、はい、本当に針にダーンって刺されて悲鳴あげんかなと思ってるから。いや、マジで痛いか。マジで悲鳴あげそうでしたもん。ってなるんです、ずっと。マジで？ピクピクって。めっちゃやりたいな。いや、でも、やりたい。俺もやりたいやつ、そのヒゲは。なんか面白かったんです。7000円。7000円です。3回。3回で7000円。まあまあ、めっちゃ安いな。お手頃っちゃお手頃だ。めちゃくちゃいいな。俺もやりたいな。トワムラさん、いらないです。お前、いらんやつさ、まだ。いや、ちょっと俺、アンダーヘアやりたいなと思って。あー、アンダーヘア。下の毛ですか？アンダーヘアは、でもやっぱアンダーヘア、その痛み来たら俺ってもう悶絶。やっぱもうやばいっすよ。サッカー日本代表の香川選手とかもやってるらしいからさ。あ、そうなんですか。あ、スポーツ選手。そうそうそう、サッカー選手結構やってるらしいよ、うん、なんでそれで走るスピードが変わったりするって。いや、水泳選手ならわかりますけど、そんなサッカー選手いります？なんで水泳選手ならわかるのよ。いや、なんか抵抗とかでしょ。水の抵抗とかでこう毛全部揃ってるじゃないですか。あ、そっち、うん、あ、いやいやいや、泳いでる時に陰毛が浮いたりするし。いや、違う、あんな広いプールでそんなお前チンゲ一本気にしてたらやばいだろ。チンゲって言うな。チンゲって言うな。チンゲ生きてますよね、うん、生きてんよ。何の話か。なんか生きてるって、うん、どういうこと。チンゲってなんでそこっていうところにいるじゃないですか。あー、分かる。あれすごくないですか。分かるやつさ。便器の上にいるんすよ。毎回あの立ち小便の。それはお前の毛が超えたの。立ち小便の便器の上にいるじゃないですか。あの公衆便所とか。ああ、小便器な。女性の方は分からんと思うけど、はい、あの男性の小便器の上にな。はい。なんであれいるんすかねって思わないですか。あれ置いてるやんね、誰かが。あれ多分置いてますよ。置いてるかや。だっていちいちこうやって抜いてからほいてとか置くわけ。違う、なんかこう、はい、なんかしっこしてなんかプルンプルンってやった瞬間にこうなんか、あ、ちょっと手についてる。え、汚いって。マジで汚い。やめて、本当に。俺、あのこれ初めての体験なんですけど、うん、こう立ち小便してるじゃないですか、うん、そしたらあの上から降ってきたんですよ。嘘。特殊部隊っす、それ。マジでびっくりした。陰謀特殊部隊じゃないよ、お前。あいつら上から、一歩上から降ってきて、生きてないよ。上にふわって降りたんで、これは本当に特殊部隊だな。特殊部隊なわけあるか、お前。いや、そんなパラシュートを広げて、ふわーって。ああ、ちょっとなんか、公衆トイレは女子トイレもあるらしいですよ。女子トイレに？どういうこと？女子トイレも、やっぱ、陰謀の方が。イン&モーが、うん、イン&モーが、インモーが、インG みたいな。それはちょっと聞きたくなかったな。ハイ&ローみたいな。それは聞きたくなかったっすね。そうなんだ。女子もあるあるなんだ。なかなか不思議ですね、それは。あ、でも俺昔このギノワンのラウンドワンでバイトしてたんですよ。
はい、でやっぱトイレ掃除あの定期的にやらないといけないんで1時間に1回とか、はい、でやっぱ女子トイレも掃除するんですよ、はい、意外にだよ女子トイレって結構汚いぜあ、え俺ちょっとびっくりしたの嘘だろイメージがちょっと女子トイレは綺麗なイメージだぜ本当にずっとなんかバラの匂いがしてそうそうと思ってたば俺も、はい、男子トイレはマジでやばいよ男子トイレはマジでやばい臭いっす本当にでもだから俺そのラウンド1で働いてた時は、はい、ラウンド1の男子トイレの方が綺麗に感じたええー、逆じゃないですかそれいやなわけないだろ女子トイレと思ってなんで俺そのラベル間違わんといてんのじゃあ時間によってやんになのかあだからだからお前が入った時間帯が、うん、だから男子の時間だったんだよそこはそんな時間帯によって変わるんですねそうそうそういやだとして怖いよそのシステムは本当に龍神の言うのはあの婚約システムじゃじゃないないです婚約システムでやらせてもらってないです1年間ずっと同じでしたから、だから便器の要は男子は多分ないと思うのよあの、はい、女の人って座っておしっこするさ、はい、このカーブが、ま、便座の丸いところがあるでしょ、はい、のその先端はいはい、先っちょの辺がめっちゃ汚い。多分男はこの便座に座ったらもうチンチンも多分下にプラーンってなるやし、はい、チンチンってもう言っちゃうもう言っちゃうけどチンチン&チンがプラーンってしてだからしっこすると思う女子はなんか知らんけど、はい、その丸いここら辺になんか汚れがたまるのよ先に、跳ね返りとか跳ね返りなのか分からんけどだから便座なんかちょっとペーンって上げたらもうカーブの先っちょらへんのこの45度付近までほぼほぼついてるもう先がこれ何なんだろうと思ってなんだろうそれをちょっと疑問に思ってたなんかだから跳ねる跳ねる謎だなそれはそしてアルコールをトイレットペーパーにシュッシュしてめちゃくちゃ綺麗に拭いて便座座るもんあーそんなに汚いってことあーそうっすね、やりますね便座の上に落ちてることよくあるとかあーだ立って、だから吐こうとするときに最後の、はい、あれじゃんもう最後の最後に抵抗で、はい、ふわってふわって落ちてしまうあーボーボーちゃん、はい、ボーボーちゃんが特殊部隊が特殊部隊じゃない部隊がふわってほら、アンダーヘアは痛いですよとそう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 あ、脱毛な脱毛するのあ、うん、いやそうそうアンダーヘアは痛いですよって言ってるますからでも俺イメージとしては、はい、最近の毛は、うん、ボーボーちゃんのイメージ少ないんだよね最近の子最近の毛最近の子あ最近の子ああ 女子はね女子も含め男子も含めねやっぱもうなんか絹ごし豆腐じゃないけどツルツル天のイメージあるあ気にする時代というかそういうことですかねそう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  あれ派はい、ある方派ない方派あーいや気にしたことなかったんすかマジでそうなんすよいやうん俺はもうない方っすかうんまあでもあまりにねありすぎるとあのトトロの森ぐらいありすぎるとちょっとあれやばいよ茂みめっちゃ抜けるよ、はい、トトロ一応言うけどその先に寝てるみたいなお前目いなくなるトトロが寝てる目いなくなる目いなくなるからいや迷子なりますけど目いなくなるマジで俺の目がいなくなるいやかましいよお前どっちでもいいんだいや気にしたことないっすねいやボーボーちゃんでもいいボーボーちゃんでも全然マジで、はい、俺ちょっとダメだなもうもうもうボーボーちゃん無理だなじゃあ無理だなじゃないさ既婚者さうるさいないやいやだからさっきからこんな話だったらいやなんかあたかも独身かのように話してるいや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 俺はやっぱさつけてお前は嫁だろだから別にいいさもうそれはそんな嫁で話せよじゃあだから嫁もパイパン俺もパイパン嫁のお前話していいパイパンマンもうパイパンマンって何すか違う違うパイパンマンではないさ嫁はマンではないのよ新しい何を渡すんすかそれパイパンマンって新しいいやだからその家にだからもうあれが落ちてることがないもうああそれはでもいいっすねああなるほどね、うん、陰謀は落ちるよ落ちるか陰謀はねちょっときついっすよねきついっすかでもなんかすね毛も混じってる俺すね毛は濃いのよおお濃いし長いのよ
これはこれやばがもう落ちてるのがあるな。俺のスネゲもこういう、うん、見てみよう。俺もうほらもう三巻きしただけど、ほら東京タワーが立つね。あ、うん、本当だ、毛がボーボーさも、うん、長いっすね。前そう俺長いのよスネゲ、めっちゃすごいんだけど、ほらすごいもん。これ領事のスネゲですね。領事のスネゲ、足すごい。お前巻き割りの巻きぐらいあるでしょ。デージぶっとい。いや、やばいんだけど。いや、スネゲはそう、足だけがこういうの、腕毛とかそんなないんだけど。こういうすぎるわ、お前ら。いや、薄い人がちょっと羨ましいですけどね。あー、体もこういう。ない方って、綺麗なんですか。あー、そう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 、やっぱパイパンで爆笑。あー、そうね。時間帯大丈夫なんですか、思ったら。いや大丈夫なの、昨日は大丈夫です。あ、そうなんですか、はい、特に規制はないですね、ここないです、はい、平日のこの時間からする会話ってよく言われるんですけど、はい、まあ今も言われてますけど、はいはい、関係ないんですよ、これ関係ないです、ね、ない。我々ピーチキャスに時間帯ないです。いや、ありますよジャングル会。あ、脱毛してるって。あ、ほら、うん、下脱毛してる人いいな。いいね、下脱毛もう、あー、ない方がいいね。それが理想です。だって外国の方はもうないんでしょ。そうらしいね。あるのが不潔らしいから。不衛生って見なされるから。うわぁ、俺不衛生じゃん。じゃあ違う違う違う、男性、あ、まあ男性もらしいけど、うん、今日本はそこまで男性はあるじゃない。まだ今 20% らしいですよ。え、ないのがっすか。ないのが男性。男性増えてるんじゃないですか。それ尻増えてる。増えてきてる。だからその時代の波に乗り遅れたらもう、はい、え、あとパイパンって言われる。もう銭湯行ったら俺だけがボーボーみたいな。そうそう、ボーボーってなった。恥ずかしいっていう時代が、ね、あと3、4年ぐらいで来るんじゃん、もしかしたら。そうだね。ちなみにじゃないでしょ。じゃないっす。で、こいつはだし、じゃあスタッフは、うん、じゃない、うん、俺もじゃないの。あ、でも俺もやってた時あったの、うん、でもちゃんとしたいからって言って今洗いして、うん、言ったらこれ4分の1で今そうなわけだから。あ、4人に1人が。そうそうそう、4人に1人。うわー、多いっすね。いや、多いよ。これは多い。多い多い多い。統計的に多分今2割、20% ぐらいだったような気がするけどね。あー、俺、物より長いっすよ。毛が。その物体より。物体より長いっすよ。嘘だろ。ほんとです。隠れるんすよ、だから。モンジャラみたいな。隠れ漁師。ポケモン、隠れ漁師。あれ、お前、あれだって言ってこと。隠れ漁師。ルージュラじゃないけど。モンジャラ。モンジャラ。モンジャラか、もしくはあの本格中華料理屋さんにだけ出されるあのイカ団子みたいな。わーってなってるやつがあった。衣に伝わるくらい。あれ、本格中華料理屋さんでしか出されないでしょ。それです。イカ団子。いや、本当にだからね、長いんで、それも。イカ団子嫌だな。巻き込むのが嫌なんですよ。そうなんだ。毎回巻き込むから。やだなぁ。やだな、巻き込むのな。巻き込む。カットしれば、もうじゃあ。カット、一応したんすけど、一回。うんうん、ちょっとなんかチクチクする。なんか嫌な。チクチクするんだろ、はい、チクチクするんだろ、はい、あれどうするか分かるか。どうするんすか。カットした後、はい、ライターで炙る。いや、ブワーッとか。できない。じゃあ、じゃあ、じゃあ、先っちょが尖ってるからだろ。そうそうそう、髪と一緒版、うん、はい、そしたらマジシャンみたいな。一気にもう普通にあの滑らかな肌触りになるから。そうそうそう、触ってて怖い。そう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 、デージ怖いっす。一番いいのはライターなんだけど、はい、怖い人は、喫煙者だったらタバコがいい。え？あ、先端をチューチューライターって一気にやりすぎるから、うん、タバコを調整できる。はい、あ、チューチューチューで、うん、一気にいける。ふわーって、死にきれに自分がやりたい形にできる、タバコは。すごい。しかも熱いからもうマジきれいにできる。ライターだったらブワッ、オッシュなるけど、なるよ。タバコはマジでならん。そうなんですか。チリ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 って。そう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 。でしかも時間かかるかな思いきや、もう一気にいける。もう暑いからなんていうの、絡まってもう。ライターの炎。体で全部表現した。焼かれてる。そう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 。でもタバコ吸わないからな。あ、じゃあライターやってみる今。今カットもされてないのに。シュワシュワ。いやでもマジでいいぜ。全然チクチクしない。短い毛があるさ、はい、あれ短くしたらなんでチクチクするかって言ったら尖ってるからば。なるほど。短くして最後にタバコとかで炙るさ、うん、全く、いい肌触り、うん、じゃあ、 チクチク感がなくなるってだけでもいいんじゃん、うん、めっちゃ。それは本当にいいです。切ろう、焼こう。
切って焼きますじゃあ、うん、じゃあちょっと今日やろうかな。ここでここではやんないですよ。二人の前で、やらないんだ。二人前にしたら絶対やらかしますもん。いや、やらんよ。何をやる。そんな俺ら狂気に満ちてないからな。最後俺のろうそくに火灯すよ。灯すかや。お前のろうそくじゃないよ。お前のクーピーだろ。クーピー。なんでちょっといいように言ったお前。誰がクーピーさあ、ということでこのラジオではメッセージを募集しております。メールアドレスが797@fmgino1.com 797@fmgino1.com となっております。はい、そして本日もツイキャスト、トーバルさんのインスタグラムでライブ配信しておりますので、はい、たくさんのコメントお待ちしております。よろしくお願いします。はい、はい、たくさんねメッセージも来てますからね、はい、すごい、真面目な顔して毛を焼く話笑みたいな、今日愛理さん来てないね、愛理さんいないねっていうことで。誰ですか愛理さんって。いやなんかね、ちょっと私のインスタライブ、はい、もうなんていうんですかね、このグループじゃないですけど、うん、勝手にこのコミュニティを作り出して、俺のこのインスタライブを介してみんなコメントで話し出すのよ。ああ、そうなんですか。がお疲れ様とか。そこで仲良くない。俺の話は全く無視。あと必要以上にがめつい奴らが多い。あ、そうなんですか。インスタを見てる奴らは。そう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 、沖縄おごってとか。そうそうそう、じゃあじゃあじゃあ、そう、エアジョーダン3を持ってこいって言ったら俺がそもそも全く持ってこないし、何そういうの送りますって言って好きな色と好きなサイズ聞いてきたのにもかかわらず何名か、はい、一向に事務所にも送られてこないし。うわちょっと思わせぶりな人が。でも12名見てるってすごいっすよ。は少ないだろ。え、俺のもう毎回やってるんですよ、ラジオの時とか。あ、やってる？やってるんですよ。いいんじゃん、いいんじゃん。2が限界。え？ 2 時間帯にもよるんじゃん。8時っすよ。いや、いい、全然いいんじゃん。あ、でも8時はちょっとあれか。何してます？ご飯食べたりだとか、お風呂入ったりだとか。いや、2か。え、フォロワーどれぐらいいるの？あ、でもフォロワーは、300、あ、いや違うな。結構いるんじゃないですかね。いや、俺も少ないからさ。俺のフォロワーは658います。ああ、いいじゃんいいじゃん。なのにもかかわらず。確かになんかいますよ、見てあった人。656人が無視してる。この前りょうじさんの見たら2人とか3人だった。ほら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 、一応俺のはマジで10から20だよな。ああ、ぐらいだ。めっちゃいいっす。10から20ぐらいで、やっぱマックスは5万。あれっすか。そう、ナオミさんが入ってきたのね。ナオミさんが謎の急に入ってきたやつ。5万を引き継ぐ。 FM ギノアンのスタッフもざわつき出す。5万を引き継ぐ。大丈夫大丈夫大丈夫みたいな。で、いつも俺のインスタの音とか拾おうとしないくせに、うん、ナオミさんが出てきた時だけちょっとマイク入れますね。フォローしだしてから。ナオミさんがなんかそれ俺たちの時にもやれ。いやでも そんなはっきりしてる態度も好きなんだけどね。海外行く金持ちだからジョーダン逆に買って。いや、海外行ったって、あ、マカオに行った話ですか。俺連れてってもらったんですよ、ナオミさんに。そうそうそう、俺自身はマカオに1万8000円で行ってるから。すげえ安っ。じゃあ持ち金、持ち金よ。あ、そういうこと。自分の軍資金が1万8000円しかないんだ、財布に。安っ。バスとか交通費とか何がいくらかかるかもわからない状態で行ってるから。いや、もっと持つでしょ絶対。いやいや、それでマカオのど真ん中の高級ホテルに一人で着いた。初海外で天才かなと。無事着けたんすか。一便も逃さず時間通りに着いた。すげえ。天才だと思った本当に。すごいな。全部周りだって英語表記とかなんだろ。もう、あ、そうだよ。漢英語表記と、うん、じゃ中国語さ。あ、香港、中国語。あ、香港だ、広東語だ。はい、完璧よ。すげえ。全てもう本当に、なんていうの、俺の全ての気神経のあれを張らせて人の顔を見るっていう、うん、俺のマックスビンビンな状態。アンテナを張り巡らされて、はい、ここだねっつって、はい、当たり、ね、バレてるバレてるって。ネットも使えないっすよね多分。使える使える。あ、ネット使える。 Wi-Fi があったら使えるし、うん、Wi-Fi 使えないところはあれできる、あの海外パケットってやつできる。あ、なるほど。登録しないといけんよね。あ、それを一応手続き前もってやっていったんだ。え、どれぐらいやったかな。40何時間かで3000円ぐらい。ちょっとかかるけど。あ、2日で3000円。うん、そうそうそう。いいな。で、自分が日本で使ってるギガ数から減らされていこうけ。ええー。そう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 。ああ、まあまあまあ、でもいいっすね、全然いいっす。それはありがたいっすね。あ、いいのか。でも Wi-Fi 繋げた方がいいかもね。ああ、多分な。うん、さあ、じゃあということで一旦曲いって CM 行きたいと思います。はい、ミュージックお願いします。
なんだこの人。俺プレコいらんとしょっちゅう来るんだけど。なんでか。あ、でも、ナオミさんのインスタで知ったっていう人が多いかもしれないですね。あれはでも影響力すごかったんじゃないですか。島ライブって何？島ライブ、うん、なんか年末の島ライブも楽しかった。島良かったね、柿の種。あ、伊勢奈だ。あ、俺が柿の種永遠食ってから普通になんか喋ってたライブ配信やったんですよ。それも楽しかったんですよ。あれね、ありがとうございます。まあでもね、エロいラジオですからこれ、うん、まあでも先々週ぐらいなんかイクワングランプリっていうのやったんですよ。あー、なんか見てますよ一応楽屋で。まあ 20人から一気に8ぐらいまで出てる。何がすか。あ、イクワングランプリやったから。あれ、来るんすか。来ないな。来ないっすよね。電話じゃないからな、うん、あー、なるほど。あ、ここの、うん、そうそうそう、個人でってことですよね、ってなると。そうそう、が、もうだから、インスタの、ビデオ通話あでやるしかないんじゃん。やっぱみんな恥ずかしいっすよね。聞きたいなぁな。はい、いつから来るぜ。いや、あれは、でもいましたよね、一人女性の。いた。そうそうそう、一人いたのよ。エロかったっすね。もうチャンピオンよ、ずっと。ずっとチャンピオン。そしてチャンピオン、これツイキャスの方もやってるんですか。はい、シュプリームさん、マカオならアマゾンでジムを買えば安上がりだよ。シム。あ、シムね。あー、そうなんだ。せっかくリアジ君がゲストに来たのにアーカイブに動画が残らないパターンか。あ、いや、今回残すらしいですか。そうですね、ちょっと YouTube ライブの方がちょっと調子が悪いみたいなんで、今回は、そしてシュプリームさん、うちの嫁もパイパンペラペラするときにない方がいいけど、うん、パイパンを見慣れるとやっぱあった方がいいような、雑草かき飽きた先に洞窟がある的な。ああ、何を言ってんの。ないものねだり。シュプリームさんはもうドエロですから。ペロペロ、めっちゃエロいっすよね、うん、この人。大嫁さんがまたね、お綺麗な方みたいな。え、奥さん綺麗っすよ、うん、あ、知ってる。あの、ツイッターとかに上がるんですけど。あ、その人が奥さんであれば。いや、違うのさ。そういうこと。わかったですよ。怖っ。綺麗ですよ、マジ。シュプリームさん、これ違うやつだろ、じゃあ。絶対違うやつだな。綺麗な方ばっか載せるんですよ、毎回。じゃあ違うだろ、毎回綺麗な方ばっか載せる。あ、じゃあ一人ですよ。あ、一人固定の綺麗な方。からよ、また多分韓国かどっかのアイドルの可能性だってやるし。えぇ、うん、そして、斉藤さんよくやってるんですか。どういうこと。あの、電話アプリじゃないですか。デリリリリリリのパッパッパッ、やってないよや。もしもし、テルルン。もしもし、テルルン。もしもし、男だったらすぐ切れる。すぐ切れる。もしもし、前学園で一回やったような。やりましたね。デジ受けたやつ。リュータがリュータが切られまくってましたよね。プルルン。20歳年下の嫁ですって。ほんとか。20歳、ほんとそれ。いくつなの今。ほんとなんすか。ほんとらしい。40で20歳ってことよ。そしたらえ、シュプさん、シュプリームさん、シュプリーム好きなんだよ。めっちゃ好きです。いつも持ってるって。だからちょうだいって言っても全然くれんわけ、うん。あ、言ってるんすか。僕らも言ってるんすよ。さあ、ということで、はい、引き続きピーチキャストの狩りをお楽しみください。はい、お願いしまーす。まあ、ねえ、はい、20歳上とかお父さんやとかいっぱいありましたけれども、コメントね、たくさんコメント読んでいきますんで、ぜひともバンバンコメントしてください。お願いしまーす。お願いします。ガチです。ちなみに孫もいますよ。は？え？どういうこと？どういうこと？子供がいて、その子の子もいるってこと？え？前の奥さんと前の子供にお子さん。あー、なんでスタッフが詳しいわ。そうなの。え？繋がってるんすか？シュップさんと。びっくりした今俺今。シュプリームさんすごくこちらのヘビーリスナーさんだな。あー、そ
そうなんですね。20歳年下の奥さんすごいな。そうなんだ。40歳としても二十歳の奥さんか。あーすごいな。いや前翔さんあれすごいっすね。何？虹色侍。あーそう。あ何何？どういうこと？すごい YouTuber で京都かどっかだったか東京ではなかったの、東京なのかな、京都の YouTuber さんで虹色侍っていう人たちがコンビがいて、おうおう歌と音楽がめっちゃうまいわけよ。おうおうでそのハーフなのかな、ハーフロットっていう人がいて、まあ、ロットさんって言うんですかね、ロットさんがいて、その人にめっちゃ似てるって言われて、おで俺ツイッターとインスタにパッて上げたわけよ。おうおう本人から返信来たよ。あ、そうなんすよ。めっちゃ似てるじゃないですか、弟ちゃいますって。弟ちゃいます。そうそうそうっていうのはボケなんじゃん。ジジイそいつ。うん、じゃない、多分25、6ぐらいかな、分からん。あ、お前の方が若く見られたってことかな、分からんけど。めっちゃその人が似てるんすよ、めっちゃ似てる。そうそうそう、レゲエとかジャマイカのアレンジとかをよくしてて。ちょ、お前だろこれ。いや、俺ではないよ。日本の曲を。お前いつの間にギター。ちゃちゃちゃ、弾けない弾けない。お前通りで最近ギター持ってんのか。違う違う違う、たまになんか持ってたりするわよこいつ。虹色侍めっちゃ似てるな。そう、似てるわよ。めっちゃ人気っすよね。なあ、人気だよな。そうなんだ、はい、ああコンビの方なんだね。西野カナの曲をレゲエ風にとか、誰かの曲をユズ風にとか。そう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 。じゃあこのロットさんの相方の方を俺がやればいいってことね。じゃあそれは全然似てないやつさ。もうもう全然似てないけど。そしたらそうなんだ。すごいなと思いました。だからなんかめっちゃわーすごいなと思って。なんかできそうですよね。できそうだよな。ああ広がりそうです、ね、まあだから、うん、まあ来年の新年会はそれで行こうかなと思って。分からないな。周りが知ってるかどうか。周りがもうどん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 知ってるようにしていく。どうなんですかね。私のこのインスタライブ見てる方知ってるんですかね。虹色侍。虹色侍って知ってます皆さん。虹色。どうなんですかね。知ってる方いらっしゃるんですかね。あ、知らないかな。どうなんだろう。ユーチューバーの方ってことでしょ。そう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 。ユーチューバーすごいっすから、ね。ちょこちょこだからなんかそのテレビとかユーチューブ見る限りなんかそのテレビとかにも出てるわけよ。オードリーさんたちの番組だったりとか。そうなんだ。番組にも出てる、ね。そうなんかお題をくれたら5秒でオリジナルソングを作るとか、そういう特技で出てるわけよ。すげえ。めっちゃでもあれやし、ギター弾けて歌うまいって言って一応まず卑怯さ。卑怯す。何でもできるさ、もう。でもお前ギターは弾けそうだけどな。ギターできないのよ。雰囲気はできそう。雰囲気でしかない。じゃあ今からやったらできるんじゃない。まあ趣味の一環として好きそうさ。できるかな、極めるの。あ、なんかやってましたよね。ちょこっとよ。なんか弾いてましたもん。でもだからその一回この後輩芸人のバンドのライブなんとなくっていうライブがあって、そのだからトーボラが可愛がってるあのカシスオレンジの中村が賠償さ出てください。誰それ。誰の真似してんの。犯人なんかの犯人。中村ゴリラ。中村です。中村か。次出るんで、あの小さな声の音練習してください。喋り方ちょっと聞き取りづらいな。爆発犯じゃないですか。ボソボソみたいな感じ で爆発犯って何。爆発犯っすよ。爆発犯って何。もう爆発の犯人。いや誘拐犯だったら分かる。爆発犯って何。爆破犯とかじゃん。あんま例えんね。爆発犯。爆破犯なのか分からんけど爆発犯って。でそれでちょっと練習して、小さな声の歌を弾いたぐらい。だからギターも練習しようかなと思ったんだけどな。せっかくやったら。あ、ギターやればお前今から。な、なんかモノマネのレパートリーが一回増えるのであれば。絶対お前得意だぜ。いけるかな。いけるいける。やっぱ追求し出すタイプさ。あ、まあまあどうかわからんけど。で熱しやすく冷めやすいからよ。である程度弾けるようになってきたらハマってきそうに。はい。ギター弾いたお笑い面白いじゃないですか。アメミヤさんとか。あー確かにね。アイロンヘッドさんとか。あーはいはい。なんかいろいろいて。アイロンヘッドさんの最近のコント死に受けたやつさ。ギター使ってました。ギター使ってた。どんなコントですか。音姫っていうコント。音姫。そう、トイレあるやんみたいな。音姫のボタンついてんだ。ちょっと押してみようってパッて押したら、はい、生の演奏が来るわよ。めっちゃ面白いっすね。多分アイロンヘッドさんだったと思うんだけど。いやー広がりますよそれも。確かに幅が。面白かったわ、はい、もう、うん、ありがとうございます。あ、そういえばラフピン見ましたよ、面白かったって。 ありがとうございます。 ありがとうございます。あ、そうだ、ちょうどコラボしたオーシャンやし、オーシャンとピーチキャッスルのさんが、はい、ね、いやめっちゃ面白かったっすねあれ。反響なんもないけど。確かにそうっすね。毎年もうなんでか見慣れたか。
俺の全裸大将さんの全裸もそうです、見られたんじゃない飽きてるんですから、そして、喘ぎ声、喘ぎ選手権どうなった？今やってますよ、イクワングランプリ。イクワングランプリ、いやだから、いや出たい人はだから僕のインスタでそのメッセージくださいよ。そう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 、そしたら僕からあの無料の電話やりますんで、すぐさま電話しますから。そうそうそう、ね、かけてほしい、みんな誰かねえ。で、はい、名前とかも全部伏せるって。伏せる伏せる、もうほら個人情報はもう、もう誰がかけたか分かんないってことですよね。分かんないです、分かんないです。声だけ、声だけ。いやもうほんといいじゃないですか、俺たちだけ興奮するっていう。で、だからもしだからこのトーバルのインスタライブを見てる人は、はい、ちょっとあれじゃないですか、やっぱ電話かけるってことはその分ラジオ聞けないじゃないですか、はい、そしたらだからその FM 機能1のツイキャスの今日はもうアーカイブ残すんで、あそこで聞いてもらえればまた聞けると思うんで、ぜひともやってほしいですよね。マジでお願いします。マジでお願い。それかもうこっちからかける、マジでお願いします。誰かに、それあるんじゃないですか、女の子にかける。トーバルさんからパッて連絡して、うん、ちょっとイクワングランプリ。 あれは何このあれしてるさ今ライブで、お前がランダムでこいつに決めたって言って。そうだろお前、こっちって押して、しょ、行こうよ、はい、ちょっとイクワングランプリ。いやいや、なんでお前誘拐犯みたいな怖いな。いやいいだろ別に、大丈夫だろ。ちょっとそれ面白そうっすけどね。そうそうそう、やっぱ。いやでもやってくれなかった時が怖いからさ、あーすいませんみたいな、あたふたして。大丈夫大丈夫。そしたらもうその時はトーバルさんが会えてくださいその場で。いやちょっとやりましょう。攻めないとやっぱり、はい、FM ギノワン、そういうあれですよね、ラジオですよね。じゃあ仮に、じゃあ誰にすんねん。いやそれはもう、それはもうお前がチョイスよ。その目閉じてブーってやって押して、じゃあ一番上からやるじゃん、はい、うん、一番上からブルルルってやって。男性だったら、あ誰、アヤリンさん、アヤリンさん、うん、言っちゃうんすかもういや、こっち…あの、トーバルさん出てるんじゃないですかびっくりした。そこは言っちゃダメなのよ。それもやらないっすよ。それはアヤリンさんもやらないっす。ごいごいごい、もう一回じゃあ行くか。もう一回が、ここで名前出しちゃダメだから見てますかね、この人。あー、なるほどね。あー、いける。で、見れますけど、どこ、はい、ほら、そう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 、あ見てくれてるかも。あ、そうなん。あ、じゃあいけるんじゃん。ちょっとやってみます。ちょっとやってみよう。今だからその、はい、トーバルのこのインスタライブを見てる方でランダムでちょっとね、はい、パッて指を刺して。いやでもこれ何、見てる人、見てない人、これは今見てる、今見てる人です。これあのこのマーク、このマークは何、ログインしてるかしてないかってこと。このマークは何か分かんないです。じゃあ見てないってことじゃないわ、それが。いや多分見てる人っすよ見に来た人じゃないのこれって。いや、10人ぐらいですよ、本当に。本当、はい、今だからちょっとなんか押してからあれしてみようよ、なんかなんていうの、まあ、ダメ元でちょっとやってみる。申請的な、申請って言うんだっけ、こういうのライブの今ここに入ってきてくださいみたいな。あ、申請って言うんですか、それ。あ、分からんけど。じゃあなんかいつも2画面でできるさ。どういうシステムでやるんですか。じゃあじゃあじゃあ、待って待って待って、この電話数こっちからかけるってやりだしてから、デイジ減った、デイジ減った8ぐらいまでいった、8ぐらいまで一気に。もう10だもん、初めて見た8みんなどうした。みんなもうビビってから、ビビってから、やばいやばい、かけてくかけてくる。どんだけ喘ぎたくないば、みんな。あ、ほんとだ、どんどん減ったいや、ほら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 、トーバルさんとコラボとか、ほら、みんなまたねとか、はい、言うとかないわ。ほら、もう他の人たちがもうほら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 、ビビるわって。いやいや、じゃあやめましょう、もういや、ビビる、お前らのせいじゃ。でも、それでも残ってるってことは待ってます。じゃあお前待ってます。じゃあどんどん減ってる、見てほら7とかまで初めて見た。7人待ってます。いやもういいよ、やらんやらんやだもう本当に。やらんのかい。あ、見てくれなくなったら本末転倒だから来週戻ってくる、誰もいなかったらどうすんの。じゃあ来週戻ってきても、今誰も聞いてない来週聞いてればいいのか、それは。まあまあ、ね、ほら言うからやな、バイビローンって。ほらみんな、まあもうお前ら罰としてお前らの知り合いの女にかけられ。いや怖さよ、やデジ怖いっす。じゃあ行け、いいな、出してくれそうなノリのいい女の子いないの。バイビローンっすよ、そんな。いやいや、すぐ使うなよバイビローンいるだろ早く。いないでしょ、そんな。マジでいないっすよ。いないな。いるいるいる。だとしてもさ、もうだって
そんな女の人と連絡取らんさ。芸人話な。だ女の人と連絡取らんから、久しぶりごめんだけどちょっと喘ぎ声かしてもらって、いや、とんだと年狂ってるやつよ俺。だいぶやばいやつよ。そういうことが。そうそうそう。いやでもそれでもさ。ハイビスカスパーティー千秋とか。ダメなの芸人は。ええー。だって芸人は最初らへんにやったもんもう。まあ確かにな。やったんすか。このコーナーが発足したときにやりだしたのよ、はい、そうなんすね。うん。めちゃくちゃ減ってる。恐ろしい。どんどんいなくなったわ。もうやらないから帰ってきてよ。もう帰ってこないの。一回いなくなった人たちは。ただ一応お前が普通に名前をポロンって言ったのも代償でかいと思うけど。違うったら。そうっすね。あれは。あれは別に名前言ったとしてもお前は喘ぎ声ぐらい聞かせだろお前。喘ぎ声ぐらい聞かせよ。いやー狂った。本性が出たぞ。壊れた。闇トーバル発動。何途中からだからわからない。あ、わからない。あ、いるけど恐怖。いやなんかね、この僕の横にいるこの相方と後輩芸人の涼二っていうのが今日来てくれてるんですけど、うん、こいつらがあのイクワングランプリをこっからかけようって言ってね。そっからあのリスナーさんが減ったんすよ。別にいいんだけどさ。いいんかい。いやいいっていうか、もともと俺のインスタライブ見る人なんてもう狂った人なんかいないんだから。いや、いないっすわ。いないっすわ。マジでいないっす。じゃあ、ガタガタ、俺が LINE でバーってやって、そペット押せ、俺が。いや、デージ怖いルーレットやし。俺はもうダメっす。違う、そんなもう。それお前らさっき俺にやらそうとしたの。泉さんとかどうするんすか。お前の電話かけて。ダメっす。沖縄吉本の社長さんに。いや、僕、ダメ。ガチアドレスは無理じゃん。はい、そうっすね。もういいよ。終わり。鈴川サーキットのサーキーぐらいっす。あ、いいね。芸人やし。芸人っすけど、サーキーとか。サーキー出るば、まず。わかんないっす。もしかしたら稽古かもしれないっす。仲いいの仲いいの仲いいっす。合同ライブとかもやって。あ、そうか。あ、じゃあ。サーキーちょっと電話してみて。あ、稽古か。いや、もしかしたらオリジンさんがね、もしかしたら毎日稽古やってるんで。うん、いや、でもこれでサーキー出てくれたらめっちゃ面白いけどな。ちょっとじゃあ。電話しますね。うん、大丈夫なのそれ。あ、いや、大丈夫っすかね。いやいや、知らんよ。スピーカーにします、とりあえず、うん、はい。まあ、もしかしたら稽古の可能性もありますから。ああ、そうそうそう、はい、はい、今かけてます。ちゃんと LINE の音楽だ。ペペレペ。あ、取った。もしもし。ぬーって何。お疲れ様です。怖っ。どうしたの今。どうしたの今。大丈夫。うん、大丈夫だよ。どうしたの。こいつ考えないな。今ピーチキャッスルさんのラジオに出てるんだけど。え、なにそれ、やだ。で、今絶対気づいたんだろ、今流れてるのよ。嘘、やだ。そう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 。いや、わかるだろ。で、このピーチさんのラジオのコーナー企画で、うんうんうん、イクワングランプリっていうのがあって。イクワングランプリ。そうそうそう。うん、この行く時の声を、うん、行く時の声を聞かせてほしい、聞かせてほしいっていう企画で。うんうん、すごっ。あ、はいはいはい、すごく。うん、おせっせする時のところ。おせっせ。そうそうそう。いいですね。で、すごくよかったら、うん、なんかあるんでしたっけ。うん、それは考えます。だからなんか、まあ、よ最優秀賞に選ばれれば、まあ、500円分のお米券が、うん、安いな。はい、クソほど安い。安い。いや、でもやっぱエントリーする人多いから、うん、そう。ああ、なるほどなるほど、うん、じゃあ一応今打ち合わせしてて、うん、打ち合わせの人目の前にいるんだけど、ちょっとやってみていい。いや大丈夫。それはそれはそれはそれで大丈夫。うん、大丈夫大丈夫、後で謝ればいいから。あ、じゃあちょっとお願いしていい。じゃあ、うん、あ、オッケーオッケー。待てよ。待て、待て、単位聞いていい。それは任すよ。それはお前ショーを想像してもらう。じゃあ前翔さん、じゃあ、うんうん、じゃあ、バックで。あ、バックで分かりました。はいはい、じゃあどうぞって言ったらお願いいたしますね。うん、それでは行きましょう。イクワングランプリエントリーナンバー8492、鈴川サーキットサーキーです。どうぞ。
ちゃ面白い。どうでしょう。もうあのすいません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 やめろ。打ち合わせ中に無理してもらって、ね、優勝です。優勝です。あーおめでとう。おめでとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。すいません。次僕個人的に会った時、はい、さっきに500円渡しますんで。あ、本当ですか。ありがとうございます、はい、あー素晴らしい。優勝です。おめでとうございます。おめでとうございます。ありがとうございます。じゃあ第2回お待ちしております。はい、それかまた出してくれそうな知り合いいたら随時ちょっと僕の方に連絡くださいね。あ、わかりました。周りにいっぱいいるんで。はい、呪術つなぎで。呪術つなぎで。じゃあよろしくお願いいたします。はい、ありがとう。はい、すいません。はい、飛んだモンスターがいましたわ。っていうかもうそりゃな、さっきは振り切るよそりゃ。いやいや、お尻もっと叩いて、ね、好きなりそうしたわ、本当に。いや、なるばや、デイジブスド好きなりそうした。あとやっぱ、顔を分かってるから、はい、なんかあれだな、想像っていうか妄想しがいがないな。いや、でも一緒にゴードライブやった時に僕とサーキーで漫才をするっていうのがあったんですよ。はいはいはい。で、一緒打ち合わせとかするじゃないですか、うん、ネタ合わせとか、はい、もう一緒にいればいるほどどん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 なんか可愛く見えるんですよ。どういうことそれは。そう、いや別にもう他の女性を見ないでずっとサーキーだけを見てるとかじゃないですよ、はいはいはい、いろんな女性を見てるんですけど、まあ、めちゃくちゃなんか可愛く見えてくる。死にいい女なんですよ。じゃあなんかフェロモンかなんか出してんのかな。じゃあなんすかね、どうなんすかね。こう打ち合わせでじゃあケンタッキーとかにしよっかってなって、ケンタッキーで打ち合わせすればいい。すごいな。やってたら金持ちだな。こう入ったら、なんか俺のも用意されてるんですよ。え、もうすぐで、あ、いいよどうぞ食べて、食べながらやろうみたいな。とかカフェでちょっとやろうかってなった時とかも、あ、もう両親の頼んでるから一緒やるかみたいな。え、めっちゃいい女だ。めっちゃいい女よし。そうなんすよ、もうめちゃくちゃ気が利くというか、すごっ。そんな感じ。あ、あと芸人さんっていうのもあるんじゃない。芸人さんってやっぱなんかやっぱ人に気使うところもあるじゃん。ああ、で女性で芸人さんっていうことになれば余計になんか周りが気になったりするんじゃない。あ、大丈夫かなとか。そうそう。でもすごいなそれは。そこまでだから細かいところまで気が使える芸人。そうなんすよ。なかなかいなくない。確かにそうなってくると好きになってくるかも。いや本当にもうちょっと好きで、夜になってくるとお尻もっと叩いてって。え、トリコ。トリコ。トリコ。もう迷わされてるしもう。取り憑かれてる。大変だった。大変だった。はい、じゃあ今日のチャンピオンはじゃあサーキーということで、おめでとうございます。じゃあということで一旦ちょっと曲いって CM 行きましょうか。じゃあすみません、ミュージックお願いします。本当に9から増えないっすよ。本当だよ。あ、持ってた。流れも全部デゲーなんだ。これもわかります。これあれじゃないですか、前流したやつの感じのやつなんですけど、はい、これまた別で世界で流行ってるやつで、緑色のやつ。緑色の宇宙人みたいなのを持ってる。ああ、はい。のピットブルがカバーしてる。ピットブルですね。ピットブルとちょっとガソリーナ的な。はい。曲なんてやつですか。ダメトゥポスイータ。おお、いいね。めっちゃここなんかいいっすね、環境というか。音響さんがいるのめっちゃいいな。ありがとうございます。全部自分がなんだ。だってお前 DJ だよ。そうですよね。選曲も最高じゃないですか。そうそうそう。ありがとうございます。あ、いやいやいや。だって前方とかさ、この昨日羽衣祭りとかずっと曲かけてるじゃん。いやいや、そうなんですか。うん、やば。もうしかも何ですかそれ。DJ のコントローラーです。これで DJ なんですか。これで DJ。え、スクラッチとかできるんすか。実は一応できる。何が。このコントローラー気になって。ちょっと今やってみますね。はい、あ、ロックか。あ、ちょっと、あ、そっか。ちょっといきますね、画面に。ああ、ほんとだ。
違う、ラジオの曲で頭にやってます、僕、遊びで。あー、すごい。やんなよ。え、これでいくらぐらいなんですか。これ、5万ぐらいです。あー、でも、あ、でもお手頃じゃないですか。でこれ1台あれば全部できます。サンプラーとかも、サンプラーとかも入ってるんで。最高っすね。すごっ、欲しい。さっきの完成とかの音は、まあ、サンプラーチックにこちらでバーって。あー、でパソコンとつなげてそのサンプラーを入れるってことですか。そうですね、SD カードで管理してるので、はい、まあ、それを入れたりとか、あとはもう本体に、そうですね、パソコンにつないで入れたりとか。すごい。ちょっとパソコンが使えればだいぶ便利だとは思います。でもこういうのいいよな、マジでな。マジでいいっすね。スピーカーもあるので。はい、本当だ、本当だ。スピーカーないぞ、はい、だから普通にスタバとか行って自分で遊びたい時にこうやって遊んだりもあります。じゃこれだけあれば本当にじゃあライブできますね。ちょっとしたバーベキューこれあればいいでしょ。余裕っすね。はい、ちょ、何万さっきからまだ DJ に来る。いやなあ、もう G ラップでな、次どんなやろうっていう。 G ラップ DJ をしたんだ。いや、ま、松田さんがもうマジ、ちょ、なんだかこいつ最近何プレコいらんって、しょっちゅうプレコのラインが来る。プレコいらんって。マンションのプレコ買ってる。マンションのプレコ買っとく。いやいや、僕水素もなんもない状態ですって言って、また今日来てからプレコいらん。いや、なんでかプレコの会話しかないし。いや、水素ないってば。って、あー、プレコいらんか、ステファンレコは。夏懐かしい。めっちゃ面白いですね。なんだったっけ。カミオカスか、北欧の大須の話だったか。なんすそれ。てん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 てれんてれんてんてん。どっちを売りたい、一戸建てを買いたい。さあ、ということで、はい、あっという間の1時間ということでエンディングです。早っ早っ。はい、さあ、じゃあということで、はい、我々ピーチキャスからちょっとお知らせいたしますかね。はい、ですね、もう1月も後半ということで、はい、来月ですね、2月の10、何日でしたっけ。あれ、あ、違う、2月の8日ですね、吉本のランキングライブっていうのがございますので、はい、よかったらぜひ遊びに来てください。はい、お願いします。我々ピーチキャッスル、そしてオーシャンの領事もチケット持ってますので、はい、ぜひ欲しい方は来てください。はい、お願いしまーす。ぐらいですかね。なんか領事からもお知らせありますか。1月の27日に、はい、我々オーシャンとマルキオビル、後輩のマルキオビルと合同ライブします、はい、19時半からです。こちらもぜひ来てください。チケットは1000円。1000円お願いします。手売りチケットもある。はい、お願いします。あります。手売りがないです。あ、ないんだ。全部おきチケです。おきチケで、はい、ありがとうございます。はい、ぜひお願いします。はい、よろしくお願いいたします。はい、っていう感じですかね。はい、まあでもね、イクワングランプリもスタートしたのかどうかわかんないですけども、まあできてよかったと思いますね。いいスタート切りましたね。はい、ありがとうございます。さあ、じゃあということで、今週のピーチキャスの狩りはここまで。お相手はピーチキャスの前城翔と、ピーチキャスのトーバルト、リョージと申しました。ありがとうございました。ありがとうございました。バイバーイ。しゃー、ポッポー。キャン君はヘンターガジェッターだから。わかんないで、アンアンの焼肉が食べたくなったわ。あ、で、松崎しげるさん、こんばんは。こんばんは。あ、こんばんは。ありがとうございます。ということで、これはもう、あー